皆さんこんにちは、キリタンです。今回は日米戦争の真実を探るお話の第3回です。前回はフランクリン・ルーズベルトさんがウィークジャパン派であり、それに伴いアメリカのマスコミ等が左傾化していったお話をしました。実は戦後のアメリカでは保守派を中心にルーズベルトさんの大統領批判はなされていたのです。ですがマスコミはリベラルと名乗る左翼系が圧倒的に力を持っていましたし、歴史を教えたりする大学等でも同じでした。したがって大衆の支持は得られないといった感じですかね。そうやって大統領の非難は無視されていました。日本でも似たようなことが起きていますよね。ところがです、1995年に事件は起きました。アメリカ国家安全保障局が公開に踏み切ったベナマ文書の登場です。最初の動画で触れましたが、アメリカ国内のソ連の工作員たちがモスクワとやり取りした通信をアメリカ陸軍情報部がイギリス情報部と連携し秘密裏に傍受して解読した記録です。要約すると、うさんくさいもんじゃないという代物であります。これにより保守派のルーズベルト批判を絶対許すまじと潰してきた自称リベラル派こそが逆に怪しいんじゃない、ソ連を贔屓するってそういうことって感じになっていきました。実は戦前のアメリカでもルーズベルト民主党政権内部にソ連の工作員が多数存在していることを告発したタイム誌の記者等もいました。もちろん証拠も証人もあってのことです。ですがルーズベルトさんの後を継いだトルーマン大統領が自ら偽情報と決めつけました。この方はトルーマンさんとマスコミを敵にして名誉毀損で訴えられたりしています。ですが証拠があるので裁判では勝利しています。なのに大統領の一言で偽情報の結論なんです。そうしてマスコミから袋叩きにあるおまけまでついてきました。こういった出来事は他にもありました。当時のアメリカの左傾化の怖さがうかがえますよね。この時のアメリカはソ連に内部から崩されていて、国を守るべき指導者も見て見ぬふりや自ら手を貸していた、まさに国家存亡の危機だったのに、その歴史が明らかにされていない、こう訴えるアメリカの歴史研究家もおられます。ここで一般的に言われる日米が緊張関係になる流れをおさらいしたいと思います。まず1931年に満州事変があります。それから1937年支那事変です。このあたりは説明すると長くなるので今回は省きます。要望があれば別動画でも作りますよ。それでアメリカというかルーズベルト政権は中国の蒋介石さんに味方します。内容は1941年アメリカは日本に対して石油の禁輸と資産の凍結です。これで日米が仲良くなんてできるわけがありませんよね。対立の結果戦争になりました。皆さんもこんな風に習ったのではありませんか？え、聞いてない。実は私も学校で詳しく習った記憶がなかったりして、きっと学生には他にも覚えることがたくさんあってテストのためだけに覚えたことなんてあっけなく忘れちゃうんじゃないのかな。まさかテスト勉強もしてないとか。ともかくこの流れだけでは致命的な欠点があります。それはソ連の存在が全く出てこないことです。 GHQ から禁止された学問に地政学があります。日本はロシア、ソ連のアジア進出を阻むために日露戦争を戦いました。ロシアは地下資源を豊富に持っていましたが、冬場になると港が凍ってしまうため不凍港のある朝鮮や満州を欲しかったのです。地政学を学べばこういうことは必然と理解できます。地政学を禁じれば国際政治って何？ってなります。
結果、現在の私たちが出来上がりです。戦前の日本はソ連を脅威の対象としていました。そりゃあちらさんは不登校を常に狙ってますからね。ですから国境の満州、朝鮮には軍備を整えていました。対するソ連は軍備だけでなく工作を仕掛けていたのです。当時のソ連の指導者レーニンさんの演説でも日米の対立を徹底的に煽ると話されてます。そうしてアジアに共産国を作るのだです。日米戦争が起こる前、1941年までに日本の軍略として北進論と南進論がありました。北進は対ソ連であり、南進は対英米になりますね。実は北進論は当時の日本、特に陸軍では有力だったのです。独ソ戦が勃発すると演習と称して85万人を動員しています。第二次近衛内閣で日ソ中立条約を破棄してでも同盟国としてソ連と開戦し協撃すべきという意見が松岡外務大臣から出されて近衛首相と対立し内閣総辞職まで起きているのです。ですが結果は武力による南進ですよね。そこで登場するのがリヒャルト・ゾルゲさんです。ゾルゲ事件でご存知の方もおられますかね。近衛内閣の中枢や駐日ドイツ大使館にまで食い込んだドイツ人の共産党員であり赤軍情報部の工作員です。秀才でありハンブルグ大学から最優秀で博士号を受けておられます。このゾルゲさんが組織するゾルゲ機関には日本の政権中枢とのパイプを持つ重要なメンバーがいました。尾崎穂積さんと西園寺金和さんです。中でも尾崎さんはゾルゲさんの右腕のような存在でした。この悪党尾崎さんの勤務先は朝日新聞社です。いや、朝日新聞に深い意味はないんですが、新聞記者さんは取材とかで政治家と話す機会も多いため仲良くなってしまうというか、お互いに利用する関係というのですかね。そうして新聞記者がその辺の政治家よりも政治に影響力を与えることがあるのだそうです。尾崎さんは中国の担当で専門家でした。当時の中国は蒋介石さんですが、その頃は軍閥とかがいたりして派閥がいくつもあり混沌としていたのです。そうして政治家たちは尾崎さんを頼りにしてしまっていたのでした。近衛内閣でどれくらい気に入られていたのかというと、首相官邸内に机を与えられ、秘書官室にも書記官室にも出入り自由、マスコミに発表される前の資料も自由に入手可能。また近衛首相の側近として政策研究会に参加し、首相秘書官に直接政策に関する意見を述べることができました。近衛首相の政策研究団体では対中国政策について政策提言を行っていました。そしてもう一人の西園寺金和さんですが、家族最後の元老西園寺金持さんの孫であり尾崎さんの連れです。この朝日新聞の尾崎さんがゾルゲさんの仲間だって考えるだけでもゾッとしませんか。いや、ゾルゲだけに。ゾルゲさんが尾崎さんを使って日本の高官に吹き込んだ内容の要約ですが、1、ソ連は日本と戦うつもりはない。2、ソ連領のシベリアを攻撃しても大した資源がないため日本にとっても利益は少ない。3、南方地域には地下資源があり南進した方が利益がある。ソ連は味方だよとかの感情論でなく政治は利益によって動くという現実主義から生み出されたうまい作戦でした。ゾルゲ事件でソ連の工作員であることが発覚して逮捕されたゾルゲさんとその仲間たちですが、大きく2つの目的で動いていたことを証言しています。1つは日本で客観的な情報を得ること、
こんなんでは意味がわかりませんよね。ゾルゲさんはドイツがソ連に対して奇襲攻撃を計画している情報をつかみ報告しています。ですがスターリンさんに無視されました。そしてもう一つの目的は、日本がロシアへの攻撃ではなく南への攻撃を引き起こすことでした。ゾルゲさんは日本は南進論へ決した、したがってソ連には向かってこないという決定的な情報をソ連に送りました。前回の反省からかスターリンさんも今度は採用し、極東のソ連軍師団をドイツ戦に投入したのでした。そうなんです。もし日本が北進いや進まなくても、そう匂わせているだけでソ連も対応が必要で、結果は大きく変わっていたかもなんですよね。そう考えればソ連にとっても日本の選択が重要であったのかが理解できますよね。だからといってゾルゲ機関が決定的で日本が南進に踏み切ったと結論してるわけではありませんよ。ドイツの進軍でフランス、オランダが降伏、イギリスも押されていた、こういった背景があったのも事実ですからね。かといって全く影響がなかったとも思えない。教えて日本の研究家さん。あ、自称リベラルの方以外でお願いします。おまけでゾルゲ事件の裁判ですが、ゾルゲさん、尾崎さんともに死刑判決です。尾崎さんの連れの西園寺なんたらさんは懲役1年6ヶ月、執行猶予2年です。連れの登場は言ったのかな。というところで今回はここまでです。ちょっと話がややこしくて、というか説明下手でごめんなさいね。登場人物ももっとたくさんいるのですが、名前を覚えるだけでも大変で、そこで考えました。出さなければ、なんていろいろ工夫して頑張っています。それではご視聴ありがとうございました。